さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュース、行ってみましょうか。えー、今日の担当は、植地和雄さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、はい、最後そうよ、道中、神、金手、おわちみせいみ。町屋、林檎地の五日、旧暦。内なの久米町屋、総おわちの十二日にトト、あつとびん。 たった、のこばてちゃびたに野菜、やんばるの山、山桜の花の、さちかんと。さちかんて、ちゅらさんじ、や、やびん、で、さい、まあ、はですな。と、ちゅん、琉球新報の記事の中から、うちな、ありくりのニュース、うちてさびら。ちゅん、ニュースを。ゆるすな、無断キャンセル、での、ニュースやびん、ゆりなびら。飲食店などで。 予約した客が連絡せずに来店しない無断キャンセルの撲滅に向け、えー、飲食店魚屋屋んけ、うん、予約目薬宿口,口かきやそうってこの、うん、薬宿さる客の脳のあってんねん町屋、うん家しがたみ知らんくうんの、うん、無断キャンセルにしいしねんなするために 県飲食業生活衛生同業組合が全国に先駆け日本中で一番に一番真っ先に飲食業者向けの対策ガイドラインを策定しました「魚屋のためのの対策ガイドライン」不死「節汁を手段まとみ飲食店のモダンキャンセルは」 年々増加の一途をたどりおの魚屋のモダンキャンセルの主らしい年用いうぬクーン年々人々多くなって飲食業界の損害は全国で年間2000億円に上るとも言われていますおの魚屋の,の損害うどき 株株や、えー、株や日本国に2 0二千億円のアンジチイラトイビのモダンキャンセルを見込んでいた売り上げを失ったり、ミクドータル中の売り上げを、うん、失ったて,って,失って準備した食材、思考て教えたるものをまた 人件費が無駄になったりするリスクがあることからシュディマンハラ,ハララんとならんことになって一平の寸かぶいのあるプトから業界では魚屋の死刑をて脳症姿を現さないと呼ばれ、えー、警戒されており脳症チら見知らん 知らみ知らんち恵だっとお,いおの魚屋や,や友人相違国内外からの多くの観光客を受け入れる沖縄でも対策が急務でした世界中からの多くの,の観光客を受け取るうちなん平久売伏汁抵団竹石石城いびいたんガイドラインにはおの姉ティフンティフ年会や モダンキャンセルされるお茶婚会、えー、損害賠償請求や損株依される人だか意味たいまた飲食業者が取り組むべき防止対策の具体例などを盛り込みました魚屋がの CBGRT 団不死寿る T 団や監視字詳しく勝ち入ってまたこの対策がガイドラインの会や モダンキャンセルの具体的な被害例を紹介しまたあのモダンキャンセルの本当当たる寸カブイのリータトゥインヌシアーニヌシティ飲食店が取り込める防止対策として魚屋が不死じる手段とし予約の再確認の徹底、えー、の口書き、えー、薬束セ,セール中の確かみ 顧客がキャンセル連絡をしやすい仕組みの整備、客が断りやするように仕組むこと、またキャンセルポリシー、えー、断りる土地のくくりとか、キャンセル料の明示、断たる土地におの弁償、足しめの人だかん、勝ちしるち、また売りから事前決済、名ばれ、 名味器の仕組みのあることん価値一定備預かり金制度の導入などの有効性を解説しています。無断キャンセルに対する損害賠償の考え方脳のことはい年用い知らんしがたん見知らん町やおど,きらすおどきらちゃる土地のおの茶婚系墓澄んの歓迎にちぃてんまた 賠償額の算定基準も詳しく説明しています。吐かせる弁償するうの人高の三民の CEO のー対策ガイド来年会や詳しく価値相比員。昼夜、許すな無断キャンセルでのニュースを指定されたまた、あちゃよしレベラ、ニヘデビル。 はいどうもありがとうございました。えー、今日の担当は植地和夫さんでした。